ねえねえマリサ、どうしたんだ霊夢。前回の解説で、生物にスモールライトやビッグライトを当てるとどうなるのか、っていう話をしてくれたじゃない。ああ、そうだったな。確か生物のサイズを無理やり変えてしまうと、いろいろな問題が出てくるんだったわよね。例えば体温が急上昇したり、逆に凍えてしまったり、それに仮に大きくなったとしても、自分の重さでまともに動けなかったりとか。ああ、生物はそのサイズによって適した構造をしているからな。その生物のサイズについて、いろいろと考えていて思ったことがあるのよ。例えば私たちが外にいるとして、突然雨が降ってきたら、もちろん私たちは濡れてしまうわよね。そうだな、雨が降ったら濡れるのは当たり前のことだしな。けど、別にどれだけ雨に打たれても、冷たかったり風邪をひいたりするだけで、たかが雨粒程度では、特に体にダメージがあるわけじゃないわ。それはもちろんそうだな。雨に打たれて怪我をした、なんて聞いたこともないしな。でも、もっともっと体の小さな虫にとっては、雨粒っていうのは自分の体よりも大きいものになるわ。さすがに自分よりも大きな水の塊が、体重の軽い虫の上に一斉に大量に落ちてきたら、ひとたまりもないと思うのよ。けど、そんな雨の中でも虫って平気で飛んでるじゃない？あんなに軽い虫が雨で叩き落とされずに自由に飛んでるのが、一体どうしてなのか不思議でならないのよね。なるほどな。確かに小さな虫は大雨の中でも空を飛び回ることができるし、雨上がりに虫がたくさん死んでいるところだってほとんど見かけないだろう。実は虫が雨に打たれて死んでしまわないのは、虫が頑丈で軽すぎるからなんだ。頑丈で軽すぎる。ああ、では今回は、どうして虫は雨の中でも飛び回ることができるのか、について解説していこうと思うぜ。よろしくお願いするわ。ではまず虫と雨粒の大きさや重さについて考えてみよう。今回は虫として、蚊について考えてみるぜ。まず、一般的な蚊の重さは約 2mg、それに比べると最も重たい雨粒の重さは約 100mg にも及ぶ。つまり雨粒は蚊にとって、自分の50倍もの重さを持っている。自分の50倍ってすごいわね。そして雨粒は約秒速10メートル、言い換えると時速 35km の速度で地面近くへ降ってくる。つまりまとめると、蚊に対しての雨粒というのは、自分の50倍もの重さの粒が時速 35km で突っ込んでくるものだ。これが一体どれほどの威力なのか、人間に当てはめてみると、体重 60kg の人間が、時速 35km の3トントラックに跳ねられるのと同じ威力だということになる。3トントラックに跳ねられるなんて、とてつもない威力になるわね。ああ、さらに静止している蚊に対しては、25秒に1回は雨粒が当たる計算になってしまう。つまり雨に当たらずに蚊が飛び続けるということは、25秒おきに突っ込んでくるトラックを避けながら走り続けるようなものなんだ。なんだか霊がかなり物騒ね。けどさすがにそんな威力のものが蚊に当たったらもう動けなさそうよね。あ、わかったわ。もしかして蚊はすごく動体視力が良かったりして、一滴の雨粒にも触れずに雨の隙間を縫うように移動することが可能だったりするのかしら。確かに今の説明からいくと、雨粒にぶつかることは蚊にとってとても致命的なもののようにも思える。しかし実は多くの蚊が、雨の中では雨粒とぶつかりながらも、無傷で飛び回ることが可能なんだ。え、そうなの？では蚊に雨粒が当たった場合どんなことが起こるのかを考えていこう。わかったわ。今雨粒に当たっても蚊は大丈夫と言ったばかりなんだが、落ちてきた雨粒のエネルギーがそのまま蚊へと伝わってしまうと、そのエネルギーに蚊は耐えることができないのは事実だ。どういうこと？例えば、地面に蚊が止まっているとして、そこに雨粒が直撃したとする。すると蚊はいきなりのしかかってきた雨粒の威力に耐えられず、押しつぶされてしまうことになる。地面にいたら雨に当たっても耐えられないってこと？その通りだ。実際にどのくらいの重さがかかるのかを計算したところ、このような計算になる。100mg の雨粒が、秒速 10m で落ちてきて、1000分の1秒で蚊に衝撃を加えたとすると、瞬間的に蚊にかかる重さは約 100g となる。これは蚊の重さである 2mg と比べると、およそ5万倍もの重さであり、蚊はこの重さによりなすすべもなく潰れてしまう。5万倍の重さ、なんだか蚊がかわいそうになってきたわ。しかし、蚊が空中にいる場合は少し話が違ってくる。どういうこと？実は蚊は雨粒に当たった時、ただぶつかるだけではなく、雨と一緒になって一定距離落ちることがわかったんだ。実際に蚊に雨粒が直撃するところを観察した結果、雨粒にぶつかった蚊はそのまま 4cm ほど一緒に落下し、雨粒と分離した。これこそが蚊が雨に打たれても平気な理由だったんだ。一体どういうことなの？いまいちわからないんだけど、実は衝突により感じる力を小さくする方法の一つに、衝撃をできるだけ持続させる、という方法がある。衝撃を持続？ああ、例としてはエアバッグがわかりやすいだろう。例えば、車が衝突をしてしまった際、衝突した勢いで運転手は前方へと頭をぶつけてしまう。当たり前だが、この時そのまま頭を車内部に打ちつけてしまうと大怪我をしてしまう。しかし、この時にエアバッグが作動すれば、衝撃が体にかかる時間を長くすることができ、
結果的に瞬間的な衝撃の大きさを減らすことができるんだ。これと同じようなことが蚊と雨粒の間でも起こるというわけだ。なるほど、雨粒にただぶつかるだけじゃなくて、一緒に移動することで衝撃を減らすことができるのね。ああ、これは他にも、パンチに乗るという表現をされることもあるな。パンチに乗る？そう、例えばボクシングで相手がパンチしてくるときに、わざとパンチされた方向に自分で頭をひねってパンチを流したりすることがある。これは頭をひねることで衝撃を受ける時間が長くなり、結果的に衝撃を減らすことができるんだ。なるほど、この蚊の話がスポーツまで繋がっていくのね。まあ一応関係あるって程度だがな。じゃあこの雨粒と一緒に落ちることで、蚊は雨の中でも自由に動くことができるわけなのね。そんな感じだな。だが実はもう一つ、蚊が雨に当たっても大丈夫なのには大きな理由があるぜ。それは蚊が圧倒的に軽いことだ。蚊が軽いから？ああ、軽い物体にはそもそも大きなエネルギーは伝わりづらいんだ。例えば、バットを使って野球ボールとピンポン玉をそれぞれ飛ばすとする。そしてどちらも同じ力でバットをスイングして飛ばすぜ。ここで質問だ霊夢、打ち込まれた野球ボールとピンポン玉、一体どちらの方が当たったら痛いと思う？やっぱり野球ボールかしら。ピンポン玉よりも野球ボールの方が重くて痛い気がするわ。その通り、つまり野球ボールの方がより大きな威力を持っていて、ピンポン玉はあまり大きな威力を持っていない。言い換えればこれは、野球ボールの方がピンポン玉より大きな運動エネルギーを持っているということだ。確かにそういうことになるわね。つまり、同じ力でスイングした2つのボールでも、軽い方にはあまりエネルギーは伝わらず、重い方にはより大きなエネルギーが伝わる。こんな風に軽いものには大きなエネルギーは伝わりづらくなっているため、圧倒的に軽い蚊に対しても、雨粒の運動エネルギーはほとんど伝わらずに済むんだ。へぇ、重さでも結構違ったりするのね。つまり大事なのは雨粒と一緒に落ちることと、蚊の体重が軽いことの二つなのね。その通りだ。ちなみになんだけど、飛んでいる時の蚊に雨粒が当たった場合だと、どのくらいの衝撃まで小さくなるのかしら。飛んでいる蚊に雨粒が当たった場合、蚊は雨粒と共に落ちていき、1000分の 1.5 秒の間に秒速 2.1 メートルまで加速する。この時の衝撃を計算すると、たったの 0.3 グラムしか衝撃はかからないことになるんだ。へぇ、そんなに衝撃が軽くなるんだ。地面にいる時に雨粒に当たった場合は100グラムも衝撃がかかったのと比べると、全然違うわね。なんとなくは蚊が雨の中飛び回れる理由がわかった気がするわ。それはよかったぜ。あれ、けどちょっと気になることがあるわ。0.3 グラムってなんだか軽いように思えるけど、言い換えると300ミリグラムってことよね。けどそれに対する蚊はたったの2ミリグラムしかないわ。これじゃあ仮に 0.3 グラムまで衝撃が減ったとしても、まだまだ蚊の重さの150倍もあるじゃない。蚊はどうしてそんな重さに耐えられるのかしら。それは単純に、蚊が小さくて頑丈だからだ。前回の動画でも言ったが、生物はサイズが変わるだけでその能力や特徴が大きく変わる。そのため小さい昆虫では、私たちのような大きい人間では考えられない重さに耐えたり、飛び抜けた頑丈さを持っているものが多いんだ。へぇ、そうだったんだ。とまあこれが、蚊が雨の中でも飛び回れる理由だぜ。意外と一つの理由だけじゃなくて、いろんな理由が重なっていたわけね。その通りだぜ。生物の世界にも、いろんな物理が関わってるんだなって思えたわ。今日もありがとうマリサ。どういたしましてだぜ。他にも生物の中には生きるために様々な物理を利用しているものも多いため、自分でいろいろと探してみても面白いかもしれないな。そうね、自分でも探してみようかしら。ということで今回の解説はこんなところで終わろうと思うぜ。わかったわ。ご視聴ありがとうございました。